ボンジュール。もう気づいたらフランスに来てます。来てない。あ、青山か、ごめん。青山です。おはよう。もうすなて、ラビット終わりに。すいません、ラビット終わりのこのロケも禁止な。まぶた重々で脳みそベタ止まってんのよ。今日も森脇健児さんの相手して大変やったから、うん、頼むわ。さあ、ということで今日はね、ありがとう感謝デーや、うん、まあ、根本がちょっとだけお休みに入ってまして、次のマネージャーがもう、もっちね、一応まああんまこれ言ったらあかんけど3回抱いてるから、もう全然あれやんな、あれやねんけど、今回はもうそのドブサレ地べた方形太郎のマネージャーになってくれてありがとうということで、でこう今日もっちにプレゼントをしようということで、ディクティルマーチン、マーチン人間マーチン、ディクティミルマーチン、もっち欲しかった、ディクティミチン、めっちゃ欲しいです。そうだ、どのタイミングで何か言うたよ、お前何か言われてん、マーチン、ルイスレーザー行った時にマーチン欲しいですみたいな言うとって、あ、ほたらええよ、こうたるで言うて、うん、そうそう、ほんで今日、うん、ほんでこのもう卑弥呼張りの恵みの雨。よし、じゃあ入ろう。これ場が入ろう。失礼します、お邪魔します、お邪魔しマンモス。そういうことでな、これな、まあ、これ YouTube で来るの2回目よね、ざっとね、うん、小堀さんの時以来やな、うん、すいません奥さん、なんかすいません奥さん、すいません、ありがとうございます。マジやでこれ。どう、あ、いい、すごい、いい、いや奥さん、自分の意見はっきり持ちな。足がちょっと太めなので、いや、そんな言うたんなって。今月5万円しか来なかった。もうええって言うの、そんなこと言われて。なんでお前、なんか靴買ったりしてん、これもらったんです、ファンの方に。何のファンが、コウホリナインやから。そんなコウホリナイン、コウホリナイン、もう何してんの、何してんの、てるよな、マジで。奥さんと俺とジュニアさんの評価がグッと上がって、コウホリだけがグッと沈んだ、うん。でその後に小堀さん、もう一回やってあげようって、またグッと沈んだっていう。ということで、じゃあちょっと選ぼう、うん、ありがとうございます。もうどんなんか決めてんのか。全然決めてないんですけど、あ、ほんまか。一番シンプルなやつ、あ、オーソドックススタイルというか、はい、ね、うん、今日も俺も気使ってっていうか、まあ基本的に前履いてないけど、よく履いてるやつ、そのドクティミーチンを、まあ、かわいい、ミーチンはもう常にもう俺の足やと思ってるから、足を脱いでるって言ってるとこ、だからドクターマーチンって言えへん、ミーチンって言ってる。どう、もっち、どうや、かわいいですね、うん、最近なんかこう厚底がブームですか、今は。そうですね、今厚底やっぱりファッション感の高い方もすごく人気がありますね。バリエーションもそれも少しずつ実は違って、こうとかね、はい、これすごいな、もう飛び出してる歯が、ねえ、さんま師匠のお口周りみたいになってます。なあ、どう、だから、なんかもう、まあ、ワロテマぐらい背ちっちゃいやん。なあ、はい、あれ母乳で育ってないからやろうけど。どう、悪口。どう、あ、そのオーソドックスはこれですか。いや、これはぶっといよ、熱いよ。あ、これ、おい、だってこれがオーソドックス、昔ながらはこれ。そうなんですね。ね、じゃあ、もう熱いんだ。こちらが、定番の8コーナーあるね。どういう？かわいいです。うん、あ、こういうのが欲しい。あ、そこにチャックついてるで。もうチャック突き出しましたか。ちょっと突き出しましたね。
俺ら時代はやっぱこれチャックがなくてチャックついたらええのになとかずっと言ってたんですよ。でもそれ男じゃねえぜとか言いながら、はい、うん、やっぱもうチャック突き出しましたね。もうハイテクや、未来や、もう未来マーチン、いい、うん、未来マーチン、未来マーチン、まず形選んでそこから色選ぶって感じか。そうですね、うん、あとシューレースもこれ色も変えたりできるしな、紐。うわ、かわいい、うん、おっちゃんみたいに白にしたりとか。あ、これ白じゃなかったんですね、もともとは黒や、みんな黒や。あ、そうなんですね。あっちにもあるな、こっちは男子か。あ、すみません、ね、あ、ちょっと走る人間に対して追いかけるという癖があるもんで、すみません。これでも男子のとはいえでも、あ、ユニセックス、ね、ああ。こんなん登山のもうね、トレッキングっぽい感じの。そうですね、履き心地も割とふかふかとしていて、あ、すごいな、こんなマーチンあんねや、すごい、ほら、こんなもん、これマーチンっぽくなく見えちゃいますね、うん、これどうこれ、チーモチー、これめちゃめちゃかっこいいけどな、かわいい、スウェード、これメンズのテンホールありませんの、テンホールがなくて、この形のみになる。ああ、そうか、はい、テンホール、テン欲しいな。違うんですか、長さがな、うん、そのオイパンクっていうのが好きで、オイパンクみんなマーチン履くねん、テンホールで、まあ、やっぱテン、だいたいテン、あのロールアップしてこうこれぐらいこうやって見せたいからさ、エイトやともう突き当たってまうから、だいたいテンホールぐらいでこれぐらいにしたいねんな、ほんまな。そうそうそう、そうか、ちょっと足りない、足りやへんねんな、気持ちな、うん、でもここ、あ、これもでも革がすごい柔らかいな、これはエイトホールの形で柔らかいデザインしているので、よくマーチンで痛い痛いって始め、まあ最初はね、うんうんうん、それは初めから柔らかいので、履いていただきやすい、すごい、もうチャックつけたり柔らかして優しさ溢れてますね。俺らが履き始めた頃とやっぱちゃうな。そうですね、じゃバリエーションがだいぶ増えましたね、うん、けゆとりなんだな。うん、これいいですね、うん、まあでもこれめちゃめちゃいや、それ履きやすくて初心者向けなのは分かるけど、俺はやっぱドッスンと硬い革を自分形に育てるっていうのもやっぱありやけどな。あ、レザーを育てる、まあそれ定番、これでもソール厚いで、こっちが定番です、うん、若干厚いです。今この2番目のこちらが通常のソールの8ホールっていって、一番初めのドクターマッチファーストモデルです。超初期ですね、はい、うん、このイベントお世話になりました、僕、はい、ありがとうございます。その際にいやあ、ほんまに、コトゥーゲと二人でお話しさせてもですね、はい、いや楽しかったです、めちゃめちゃ楽しかったです、なんかこう、あ、夢あんなって、滋賀の森山っていうね、もう山を守るって書いて森山っていうような、はい、あのもうちっちゃい山の形がいいから、あの大見富士やいて、もう富士山でもないので勝手に富士でつけてるような、じゃね、もうちっちゃい町ですけど、そこからあの憧れて大阪を経由して東京出てきて、気づいたらマーチンのトークイベントもすごい夢ありますわ。大きにな、ほんまに大きにな、助かります。うちの60周年のイベント出ていただいて、記念すべきそのイベントに、そう、大イベントですよね、大イベントに、はい、あのゲストで、本当にでも本当にすごい反応が、あ、マジ良かったですね、あって、はい、あのうちの配信があんなに盛り上がったの初めての、本当にありがとうございます。まあ、まあ、小峠とも言ってましたもん、あのこんな光栄なことなかったとって、ほんまにほんまに、あのほんまに、あの総理大臣に褒められたぐらい嬉しかったです。いや、ほんまそのレベル、ほんまそのレベル、はい、ありがとうございます。その時に感じてた両方めちゃくちゃ打って、ね、はい、あの顔弾とかもめちゃくちゃかっこよかったです。ありがとうございます。いつでもあのマーチン仕様の両弾作るんで、あの言ってください。あ、本当に、はい、はい、あの20万から。はい、じゃあ、まあ、ありがごめんな、無視して。ありがとうございます。まあ、定番はな。か、ちょっと続くか。重いですか。まあでもそこまで重さ感じないですよね、別にね。そうですね、多分あの巷で言われてるほど履いていただくと重いと感じないと思います。他のブーツに比べてやっぱ軽いと思うよ、圧倒的に。あとこのソールがやっぱこう
やらけえから歩き心地もいいしな、うん、さてどうする？なんか8ホールがいいなと思います。あでも、ね、いいね、はい、その方が遊び心もいっぱい出るしな、うん、シューレス変えたりな、あとだからこのソールをこの中小中あと大あっちのでっけえやつどっちにするかやな。大大は結構でかいです。でも一個言ったら大小堀さん入ってたな。こんな感じ小堀さんと揃え、うん、これ若い女性にめちゃくちゃ人気あるの。あ実はこれでおーあのファッション誌とかでも一番登場率が高いの今は実はこれ。だからもう今時ギャグだて。ちょっと履いてみるか。履きたいです。いいですか、履いてみな。ありがとうございます。ほな、まあ、履いてる間ちょっとゲーセン行ってくるわ。ゲーセン、うん、寂しい見てほしいのに。寂しい、見てほしい。あじゃあ、じゃあよかった。これも捨てとってんか。ダメです。最近買ったのに。あとこの指突っ込んだ時のモアンやめてくれる。スチーム入れてる。スチーマーみたいになってる。温めすぎました。温まってたな。歩いたからな、行さんな。朝から働いて、朝から働いてもご苦労さんやで、うん、まあまあまあ、お前はでも楽屋でな、あ俺がテレビ出てる間弁当食ってたもんな、うん、働いてるよな。すいません。ええねえね、俺が楽屋に入ってさっき飯食ってんで、俺が仕事してる間にこのマネージャーさんとか衣装さんが飯食ってくれたりできる、そういう時間やから。これでもやっぱり銀締めしたいよな。そうですね、一回ここ巻きたいんですけど多分これまだ硬いんでちょっと難しいので、一回ちょっと英語のスクールがいいな。ちょっともう、もう気ぃつけろ。カジュアルチャイナドレスみたいにやめろ。ええがな、かわいい、めちゃめちゃええやん。鏡見てごらん、かわいい、自分でな、自分で鏡見た時の感じ見てごらん。いいんじゃない、うん、いいんじゃない、うん、全然靴見れなかった。かわいい。どうですか。いやめちゃめちゃいいと思う、うんうん、めっちゃ歩きやすいです。だからあとはその厚底にするか中底にするか小底にするか。これが一番薄いやつってことですか。それが一番薄いけど、ドクターマーチンのアイコンルーツですよね。だから一番で俺と一緒やん、これ。あ、これもそうなんですね。厚さ一緒やで、うん、確かにルーツマーチン、うん、いいなぁ。こうやって世の中の人間全員がマーチン履いたいのにな。いや、それいいですよね。ね、オール人類マーチン化計画ね。いいですね。多様性を見かけるので、いろんな人がいろんな履き方をして、世界で即のマーチンに仕上げていただける。そういうことね。勝ったその日からあなたのマーチンに育っていきますよと。そうです。傷ついて思うんですけども、一緒にこういうことした、その時間だったりとか思い出が刻まれていくということですね。素晴らしい。俺は若い頃やっぱ早くサラピンじゃなくて早く汚したいから、あの踏んでくれとか言ってましたもん。やってましたもん、うん、はい、ね、まさに、はい、ありがとうございます。いい、全然重くないですね、うん、かわいい。私も足ごついのが好きなんで。あ、ほんとですか。歩きやすい。台履いてもいいですか。台履いて。あ、でもやっぱ厚底やとこう今時女子って感がやっぱ強いな、うん、出るな。そうですね、ね、やっぱりトレンド感がありますよね。おお、これあでも今っぽい感じなんですけど、そうなんです。でもそんなに違和感ないですね。ない。いや、そういう靴って感じよ。マーチンって感じですね、うん、かわいい。全然違いました。これは結構重ためです。でも全部歩きやすくて。これどうする？悩みどころべ。中華台がいいです。あ、中華台がいい？中華台です。おー。マネージャーさんなので、例えば現場とかですぐ出なきゃいけないとかの時に、声がついてるとさっきしか、工夫してると、お前ってなっ
確かにね。だからバッハで座敷楽屋でごめんちょっとタバコ買ってきて言うてのしのしゆっくり紐取られたらまあ殺すぞって言うてまうかもな、うん、そうですね。そこどうするかやな、利便性もあるし。でもそれを言われたらこっちが良くなってきました、うん、大ソウル。まあ最悪そのやっぱ大嫌やなと思ったらそのなんか熱の線とかでこう切ったらやつ綺麗にいいんじゃない？こっちがいいです。オッケー。大。え、色はどうするの？それ？黒？黒。あとなんか大で言ったし、まあ、白とかもあるんで。でも定番黒ですからね。うん、真っ白。ビーガン仕様なので。へえ。そんなこともやってんですか？はい。あ、だサイドゴアのパターンもあるんだよ、これこっちパターンも。サイドゴアも可愛いですね、うん、いや、可愛いね、履きやすそう、うん、悩みどころやん、新しい。いいですか？もちろん、もちろん、どうしますね。ここで、ヒールブーツの指をこうしてもらって、はい、足入れて、グッと履いてください。そうです、ねえ、シコンって入ったの、はい、リカちゃんには靴履かすみたいな感じや。リカちゃんの人形にこうしこって、いや、やってなかった。そう、あ、すいません、育ってない。これなんかもうリカちゃん世代やから、うん、いろんなリカちゃんのお洋服を買ってあげたよ。あ、カバンにこれも、あ、いいな、うん、ぽいな、ぽいですね、確かに、うん、テカテカ、うん、ジッパーよりも多分サイドゴアの方が早いんじゃない、履くのは。そうです、脱ぎ履きはこれマックス分厚いってことですか？あ、これマックスだって、まあ、ダブルくらい。あ、そうなんですね。定番の厚底のソーデの、うん、かわいい。逆にそれの元々のルーツのやつ履いてみたら、サイドゴア、ルーツサイドゴア、はい、おお、早っ。これなんか変わっちゃいますね。あ、ちょっと多分一応一緒なんですけど。あ、一緒だよ。あ、はい、磨きがね、はい、うん、へえ、ああ、いいな、うん、歩きやすい。確かにやっぱいいな、あ、チンって感じしますね。するする。これやと意外とその、まあ、スカートもせやし、まあ、ジーパンもいけるしスーツもいけるしな。スーツも、うん、すごくあの多様性あるよな。初マーチンですか？初マーチン、初マーチン、すごい似合ってますね、すごい、嬉しい。初マーチンでここまで履きこなせて珍しいですね。珍しいですね、すごいやん。褒め上手。もう持って生まれたマーチンやん、うん、ボーントゥーマーチンねえ、ね、嬉しい。分厚いエイトホールかこれで悩んでます。おまあ人それぞれの感じやな。その分厚い今時のマーチに行くか、その昔ながらの低ソールにするか。確かに。でもクッキーさんが履いてるのこういう穴のやつ多いじゃないですか、うん、って思ったらちょっとこれに憧れがあるんで。いや、わかるよ。やっぱな、俺に憧れるとわかるよ、うん、憧れの対象やからな。一時の取材作さんのようにやっぱ俺に憧れるよな、はい、人々は皆俺を模して俺のようになりたい。だからあれじゃない、あのみんな方形のまま維持するんじゃない。俺方形やから。笑っちゃった。どうする。写真撮ったのか一遍で確認するか、はい、引きの自分を、はい、客観視した自分を。そうします。うん、一緒に入ってください。いいよ。若干多分見えるように、はい、していただくと。かわいい。何回か行きます。動いてください。動いてください。かわいい。あ、いいですね、いいですね。かわいい。ええかな。ええやん、お前。年賀状候補やで。これ買おうかな。かっこいい。かっこいいですね。うん。履いてみようかなって。なんも買おうかな。
28、あれ UK 何部やったかな、10やったっけな。かわいい。下から撮るんですね。8ホールって感じです。うん、やっぱり、ね、やっぱ網上げの方がいいと思うで俺は。こっちですかね。うん、それにする。はい、オッケー、これでお願いします。めっちゃ信じてる。何のお前、何もう決めてたやんけ。最初から決めてたやん、もう。何だろう、見てないや。かわいい。お前さ、シューレースどうする、お前色。なんか赤とか白とか黄色とかなんかレインボーとか、何がおすすめですか。いや、個人的にはやっぱ白が一番かっこいいと思う。赤入れたらすげえハードコア感強くなって、ちょっといかつくなるパターンあんねんな。あ、そうですね。ね、もしくは黄色とかさ、黄色はかっこいいと思うけど、青もかっこいいかも。どうなんですかね、青もなんか異様なかっこよさ出てそうな。結構おしゃれね。え、うん、はい、まあでもそうか、そんなでパンク感いらんねんもんな。はい、いや、つも、でももう赤か白か、白がいいと思うけどな、どうやねろ。白はお洋服とかも合わせやすいんで、うん、いいんじゃない、白。白がいいです。じゃあ白どうします、ストレートレーシングします、この、これに編みます。これ編み方よ。あ、これいきなりこのまま行くか、こっちにするか、どっちがいいと思います。いや、そりゃこっちうまい。待ってよ、お前。じゃあストレートでお願いします、白の。はい、わかりました。いいですね。いいな、かっこいい、かっこいい、かっこいい、うん、ぽい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 、めちゃめちゃいい、うん、おしゃれ、白かわいいですね。うん、白でよかった。いいよな。ありがとうございます。カメ、初めてで女の子に靴おごった。え、本当ですか。そうや、やった。俺のバージンぜ、普通おごりバージンぜ。私の初マーチン。うん、嬉しい。これでお願いします。マルケツで。マルケツで。ほなゲームしようか。ゲームなんやねん。いや、いや、そんな難しいゲームじゃない。俺がほな、あの財布をこの店のどっかに隠すから、それをあの3分以内に見つけな。分かった。はい、よーい、スタート。10秒おきに言えよ。はい、10って。20 30。もういいよ。いいですか。うん、じゃあ測るぞ、待てよ。はい、よーい、スタート。こっちでめっちゃ落としました。3分か、誰かに持たしてるはないです。誰かに持たしてるはない。はい、ない。残り2分30秒。え、あの黒いお財布ですよね。そうそうそう。あー、あった。見つける。やったー。こんな近くに。分かった、おごりるわ。おごりっていいですか。すいません。うん、やったいいよ。かわいい、ジッパー付き、かわいいな。これ買おうかな。これあの、テーマないですか。いや、残念だな。ねえ、申し訳ないです。本当に8しかなかった。8、そうですね、今大きいのが私と数が少ないので。バカみたいに体でけえからな。切ねえな。足はちっちゃいね。でもでかいの履いてんねん。バランス考えて。ほんまロディ 26.5 や。ちっちゃいですね。はい。
で、それがすごいコンプレックスで28をいつも履いてるんですよ。上がでかい分。だからほんまやったら多分サイズとあると思う。いやいや入るけど全体のバランスあるじゃないですか。全体のボディバランスを見たいじゃないですか。そうなんですよ。それがはずいんですよ。だから俺デカめ履くんですよ、いつも。ゾーリ買おうかな。それすごい履き心地いいの。お、マジですか。はい、移動される時とか、例えば楽屋とか。いやー、いいっすね。うん。でもこっちだ、ソールがいいな。これはちょっとクラシックで、長めの丈のパンツとかだと、割とそのままね、見えすぎないんで、おすすめではありますけど。これも可愛いな。ねえ、かわいい。あんま見たことないというか、あんま履けへん色やから。これ入って、でもこのねえ、マーチンのこれ、このロゴ入ってるのかっこいいな、これ。そうですね、ね、これを履くとちょっとね、もちもちしてるんですよ、ここのインソール。だからおすすめです。これすぐ持ってきましょうか。っていう、どちらがいいですか。俺でもこの黒は、こっち黒はいいな。はい、お待ちくださいませ。はい、すいません。サンダルとかもあるんですか。な、うん、あ、でもまあ、マーチン持ってんの。いや、でもスリーホールもあるよ。あ、うん、あとこのあれ、あのローファーのやつもあるし。いやいや、マーチンはもう多分ほぼ全パターン持ってる、ゾーリ以外は。あと、うん、チップス系もあるしな。あれも持ってるし、チップス。いやいや、もうマーチン履くためにもう、あの、この業界入ったみたいなことあるんで。この業界でね、マーチンを広めるために。ぜひ、あの、今の社長、ね、世界マーチン社長がもし、あの、退かはるときあったら、ぜひ、あの、次期、ま、社長に、次期社長にちょっとお願いしますよ。一回その前にあれですね、あの、UK にお連れして。あ、いいですか。あ、でも、あの、パンクレスいらっしゃるじゃないですか。うちの本社カムデになるんですよ、本当に。なので、はい、まさにカルチャー。いや、でも、あの、PR でメディアツアーみたいなのやってて。あ、はいはいはい。本当にお忙しいと思うんですけど、一緒にお連れできる機会があれば、見ていただきたいですね。はい、すごい。部屋は僕と一緒の部屋でいいんですか。あ、いいんですか。いいの。はい、やった。これすごいフィット感あるな。わー、かわいい。めちゃめちゃいいな。こう、もっとパカパカしそうやのに、パカパカせえへんな。パカパカしないですね。ね、うん、すごいな。へえ、ここで合わせて、うん、いい位置でね、うん、いいな。でもエフェクター吹き踏みにくいな。あ、ちょっとそうですね。あ、これはかかともあんねや。あー、でな、これどないして履くにゃん。より履き心地は靴に近いです、ね、靴ですね、もう、はい、それも履かれます。履いてみたいです。もちろんです。これはでも脱ぎ履き結構大変ですね。ちょっと、あ、ここだけでいいんか。はい、一回ここで、うんうんうん、あ、確かに子供の運動会いけるな。あ、これで、だからこれ外してこれでいけるのか。あー、楽、あ、楽やな、はい、あー、あ、いいな、はい、あー、これ裸足で、ほんで裸足でもいけますし、今みたいに結構、あの、アスレチックソックスみたいなのと合わせて履いてくる人も多いじゃないぐらい。あ、はいはいはい、はい、あー、もちもちしてませんか。もちもちしてる、うん、はい、すっげー柔らかい。いや、でもやっぱこいつのが、こいつのがやっぱ楽やねんな。これええな。ね、うん。そのまま洗濯物干すんとかもいけるもんな。せやな、こうなったらちょっと手間をなくしたくなるな、せっかくなら。これここのこの、ここをこうやってこうやって履いてこう締めなあかんちのが、せっかくやったらもうなしでもいいなと思うな。うん、かわいいな。
もう靴やな、うん、でも靴やったらもう草履がいいな。じゃあこれやっぱ楽やな、こいつ抜けて楽やもんな。これどサイズ的にどうですか。俺なんかもう一個でかい方がいいかなと思ったんですけど、やっぱマーチンってここのシャープさがすごくかっこいい方がいいから、俺だからここ太い分でかいの履いた方がシャープに出せるやん。他がでかなるからさ、そこが締まってた方がいい。そうそうそう、うん、バランス的に1個上げてもやっぱりクッキーさん、そうなんですよね、ほら、うん、全然違う、ほらでっけえふりしてる、足がちっちゃいのに。おしゃれな方って自分のバランス分かっててやっぱり素晴らしいです。やっぱジャスサイでいかないですよね、いかないですやっぱバランスですよね、うん、それぞれのマイウェイ、それぞれのバランス。あ、でもこっちの方がいい。あ、いい、うん、いいっすね。あ、いい、あ、こっちの方が全然いいわ、やっぱ。ああ、これだったらいいな、うん、あ、いいな、もっと締めてみるね、うん、確かに、はい、色こっちちょっと入っていいですか。はい、ぜひ。ギュンでいってみてください。あ、いいですね、あー、いい、はい、あ、いいですね、あ、いいな、いいな、うわー、無地ー、これ素足で履いたらどっちや、多分俺素足で履きそうなんですよ。あ、じゃあちょっと一度素足で今このままグリーン温ましていただいて、その後こっちでいいですか。見てみてください、ぜひ。あのサンダルを素足で履くのが多いので、履き心地、肌触りも、あ、めちゃめちゃいいな。でも履いてる感じ、もう一丁締めれるな。そうですね、うん、いかにここ、うん、いいなぁ、あ、いいな、あ、めちゃめちゃいいですやん。そうなんです、嬉しいですね、分かっていただけるの。あ、いいなぁ、あ、あ、もうこれチルチルしてます。ほんまですね、うん、あ、いや、でも俺カーキの服多いねんな、ズボンとかね。カーキ、カーキってもうやばいですよね。カーキのトーン違い、黄色っぽい、うん、絶妙だからね、え、うん、やっぱ黒だな、うん、じゃあこれにしますわ、うん、いただきまんもす、はい、はい、それが今、それサイズ何分ですか。これね、 UK9 のサイズです。あ、はい、だから28センチのサイズ。ありがとうございます、はい、ただ見てる限り大丈夫そう、うんうんうん、うん、はい、はい、ありがとうございます。やっぱどうしてもこの足の小さいコンプレックスが上を行こう、上を行こうって言うの俺はもっとでけんだ、俺はもっとでけんだって言いよんねんな素足で履くのに、素足で履くね、マジでサンダル履いて帰ろう、めちゃめちゃ楽やん結局めちゃ楽なんですいや、それ楽や、これここから解放された時、これこんなマーチンの良さってな、はい、こう外でライブとか行ってさ、はい、で家帰ってこれ脱ぐ時この開放感、これ居酒屋行った後にこれ脱ぐんで、もうめっちゃ、はあ、腹詰まったからはあって言うねんけど、これ脱いだ時のこの気持ちよさったらね、ありますね、たまらんね、これ。あ、両方履きますか。いや、まあ、履いて帰ろうと思って、いいですか、はい、これは嬉しいわ、すみません、ありがとうございます。これは楽やわ、最高やで、嬉しい、ありがとうございます、めちゃめちゃいい、楽ちん。こっちこなんてこう歩いたらこうなるやん、こうやって、はいはい、なれへんねん、ね、向こうから握られてる感じなの。そう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 、握ってきますよね、もうほんで揉み握ってるからマッサージ効果もあるから歩いてたら一歩出したら疲れんねんけど、揉まれて解消されてんねん、だからゼロやねん、うん、体力消費が、あ、すいません、ありがとうございます、ゼロなんよ消費が、うん、オッケー、ありがとう、お世話になりました。ありがとうございます、もう最高の時間でしたよ。いや、こちらこそです、うん、いつもこうね、前に来ていただいて、こちらが楽しませていただいて、いやいや、そんなもん、はい、どうですか、気まずいですか。気まずいです、ありがとうございます、それ欲しかっただけです、ありがとうございます、すみません、おじちゃん、おじちゃん、よし、行こうけ、あ、そうか、映されへんねんな、うん。
気まずさを平気な俺の顔だけが映ってた今。